はい、おはようございます。ふみちゃんです。昨日岡山に到着しましてね、一泊させていただきました。昨日ね、結局各駅停車の旅はね、姫路で打ち切ったんですけども、約8時間半かけてね、姫路まで行きました。今日はね、逆に最速で浜松に帰ります。新幹線でね、約2時間ちょっとで着くという予定です。ただ新幹線の時間までね、朝の7時ぐらいなんですけどもね、新幹線の時間はまだ10時過ぎなんで3時間ぐらいありますんでね、せっかく来たのでこの岡山でたくさん撮影して帰りたいと思います。お預かれますと、列車との接触や線路への転落など重大な事故を招く恐れがあります。またこのホームの階段エスカレーター付近の狭いところでは列車をお待ちになられないよう皆様のご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。持ち主のわからないお荷物はお近くの駅係員または車掌へお知らせください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。まもなく4番乗り場を列車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。列車が通過します。ご注意ください。
刻はね午前9時になります。この後新幹線の方のね撮影などねいろいろ見て回るところもありますので、この辺で在来線の撮影を終了いたします。すべての列車ねやっぱり岡山駅は非常にね乗り換えの要所ということもあって、いろんな路線いろんな電車が走っております。すべてを見せられなくてはとても残念です。またね、岡山に機会があったら行きたいと思いますのでね、また次回の、動画もよろしくお願いします。この辺でこの動画は締めます。今回もね最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回の動画もお願いいたします。